だんだんどうも動画をご視聴いただきありがとうございます。脳型学ぶテイラー展開。今回はテイラー展開やマクローリン展開の公式を導出していこうと思います。何かしらの関数が有利正関数へと置き換えられていく。その様子を見ていきましょう。まずはじめに新しい微分の記号を導入したいと思います。fx があったとき、1回微分は dfdx、2回微分は d2fdx2 乗。このように表現できます。 ただ何かと、こういった書き方は煩雑なところがあるので、高校数学では、1回微分のことを、こんな感じ。2回微分ではこんな感じ。読み方は人にもよるかと思いますが、F'X とか、F'X とか、そういう風に呼ぶ人が多いかなと思います。高校数学では、このように書くことが多かったと思いますが、これからは、1回微分のことを、肩の上にカッコ1をつけて表現する。 2回微分であれば、右上にカッコ2と書いて、2回微分のことを表現する。このような表記法を取っていこうと思います。どうしてこのような記号を導入するかっていうと、点を打つやり方ありますね。こういうやり方だと、3回微分、4回微分となったとき、非常に書くのがめんどくさいんですよ。ましてや、N 回微分なんて言われたとき、点を N 個打つなんて無理じゃないですか。しかし、カッコをつけて数字を書く。このやり方なら、 n 回微分も非常にスッキリと表現することができます。右上にカッコ付きの数字を書いて微分を表す。このような表記を押さえておいてください。また、この数字が0になった場合、0回微分は fx そのものを表す。その点も押さえておいてください。はい、記号について整理したところで、ここからいよいよテイラー展開の解説に入っていきます。前回動画でも述べましたが、 テイラー展開の背景には、とにかく近似式を作りたい。そのような思惑がありました。ここに何かしらの関数 fx があります。fx は x が a の時に fa という値を取ります。ここで fx は a の近く、このあたりですね。この近くでは何回でも微分することができる。そして fx を微分したもの。ここの x に a を代入した値。 その数値はわかるものとします。fx に a を代入した fa だとか、1回微分、2回微分したときに a を代入した値、それらの値はすべてわかるものとします。x が a のとき、fa の値はわかるのですが、x が b のとき、fb ですね。fb の値は不明であるとします。イメージとしては、例えば fx が sin x で、 X 軸は角度であると。角度が60度の時、サイン60度の値はわかるけど、角度が61度だとか、62度だとか、63度とか、その時のサインの値はよくわからない。そのような状況をイメージしてください。FB の値はよくわからないんだけど、それでもなんとか、近似値でもいいから FB の値を求めたい。そのためにはどうすればいいか。ひとまず接線を引いてみましょう。 x が a のところにおいて fx に対する接線を引きます。この傾きは当然 f'a となります。すると、この接線は a a fa の点。この点ですね。この点を通って、なおかつ傾きが f' a ですから、このように書くことができます。fa 足す f' a 確保 x 引く a これは単なる接線の公式なので、 高校数学でも習ったかと思います。高校では FA を後ろの方に書いたと思いますが、ここではあえて FA を前の方に隠してもらいます。この式が X イコール A における接線を表します。式を見ると F とか F' とかいろいろとごちゃごちゃしているように見えますが、FA の値はわかるんですね。FA の値もそうだし、微分した F'A の値もわかる。このあたりは具体的な数字がわかるものとしています。 したがって、この式の正体は明らかになっているということでもあります。で、この接線の式なんですが、こいつを FX と置きます。FX は本当は曲がった線なのですが、こいつの正体がいまいちよくわからないので、接線を引いて、そいつを FX と置いてあります。曲がったものをまっすぐなものへ置き換えています。ただ、所詮は曲がいものと言いますかね、本当の FX ではないので、 ここでは青色の fx という風うに表現しています。この式に x イコール b を代入してみましょう。すると fb の値が求まります。グラフで言うとこの値の1。接線の式に x イコール b を代にすることで fb の近似値を求めることができました。曲がったものをまっすぐなものに直して近似的な値を探っていく。このような感覚はぜひ身につけておいてください。 さて、接線を引くことによって、一応は FB の近似値を求めることができました。しかし、図を見てもらえばわかるように、かなり精度が甘いです。本当の FB はここら辺にあるのに、近似値は全然離れているところにある。一応は近似的な値が求まったものの、まだまだガバガバなところがあります。なぜ精度がよろしくないのか。接線による近似が弱っちいからです。 この式はいろいろごちゃごちゃしてますけど、結局、X の一時式なんですよね。Y イコール AX プラス B。こういうのを一時近似なんていう風に言います。所詮は X の一時式に過ぎない。一乗の項しか使っていないからこそ、近似としてはまだまだ弱いところがある。そこでどうするか。X の二乗の項を導入してみましょう。この式をさらにバージョンアップさせて、 二乗の項を導入することで、より近似の精度を上げていきましょう。はい、先ほどの接線の式となりますが、fx イコール fa たす f'a の x く a。ここからは微分も点ではなく、右上にカッコ付きの数字を書く。そのような表記表でいきたいと思います。また、改めて確認ですが、fx っていうのは何回も微分ができる。そして、fa だとか、f'a だとか、 こいつらの具体的な数字はわかる。fa とか f'a とか、こいつらは2とか3とか4とか具体的な数字あると思ってください。この式は x 引く a という x が1乗の項しかありません。近似の精度を上げるため、x の2乗の項を導入しましょう。といっても、単に x の2乗を作るだけじゃダメで、1乗の部分が x 引く a となっていますね。 そのため、二乗においても、X、x-a の二乗とします。さらに、二乗の項の係数として、ひとまず p と置きましょう。二乗の項を導入しましたが、係数の p。こいつの正体は一体何なのか。両辺を微分することによって、p の具体的な値を求めていきましょう。上の式を微分します。 左辺は fx を微分するので f の1回微分。右辺ですが fa は定数項なので微分すると0。次の項ですが、一見するとごちゃごちゃしているように見えますけど、結局 x があって、その係数として f'a がくっついている。従って微分することによって係数の部分だけが出てきます。二乗の項ですが、二乗となっているので、 型の数字2が前に出して 2p×x-a となります。一回微分したのがこの式ですが、さらにもう一回微分してみましょう。左辺は f の2回微分。右辺はこいつはただの定数ですから0。2px-a の部分は x が1乗ですから、係数の部分だけは取り出されて 2p となります。この x に a を代入してみたいと思います。 2回微分の a イコール 2p となります。したがって、p の正体は2分の2回微分の a。繰り返しになりますが、fa の値は分かっている。2回微分の a の正体は分かっているので、p イコール2分の2回微分の a ということになります。これで p の正体は求まったのですが、せっかくなので、分母が2なんですが、あえて2の解乗というふうに書かせてください。 解場になっても別に結果は同じですよね。2のまんまでもいいんだけど、あえて2の解場というふうに書き直させてください。P の正体は2の解場分の2回微分の A ということになりました。これが2乗の項まで使った近似式となります。一時近似にさらに項を追加したことによって、より近似の精度が高まりました。2乗の項が追加されましたが、 同じ要領で3乗の項も追加していきましょう。x 引く a の3乗に係数 p をかけた項。3次の近似を考えていこうと思います。3乗の項の係数 p はどのようになるでしょうか。ここでもやはり両辺を微分していきましょう。左辺は f の1回微分。右辺ですが、定数項 fa は消えて、1乗の項は係数が出てくる。2乗のところですが、 肩の数字2が出てきて、分母の2と約分されるので、2回微分の a、x-a となります。3乗の項は、肩の数字3が出てきて、3p×x-a の2乗となります。さらに微分してみましょう。左辺は f の2回微分。右辺は定数項は0になり、1乗の項は係数が出てくる。2乗の項は2が前に出てきて、 3×2×p×x 低えとなります。もう一回微分してみましょう。左辺は f の3回微分。右辺ですが定数項は消えて、3×2×p、こいつだけが残ります。ここで x に a を代入してみましょう。すると、3回微分の a、3×2×p となります。したがって p の正体は3、3×2 分の3回微分の a。 書き直すとこのようになります。3乗の項の係数 P は3の解乗分の3回微分の A となりました。さてここまで2乗や3乗の項を導入してその係数を求めるということをやってきました。ここまで来るとなんとなく規則的なものが見えてくるのではないでしょうか。2乗の項の係数は2の解乗の2回微分の A。 3乗の項の係数は3の解乗分の3回微分の A。ということは、もし4乗の項を導入すれば、ここの係数は一体どうなるでしょうか ?4 の解乗分の4回微分の A となります。5乗だったら5の解乗分の5回微分の A。一般化すると x、X-A の N 乗の係数、それは、 n fn の階乗分の F n 階微分の分 a となりますここでさらに、最初の2つありますね。この2つの項も書き直してみましょう。1乗の項の係数は、1の解乗分の F1 回微分の A。定数項ですが、X-A の0乗。0乗ですから要素1ですね。かける1をしても変わらないから、X-A の0乗をここにかけておきます。 こいつの係数は0の解乗分の F0 回微分の A。0回微分ですから、要するにただの FA です。また0の階乗ですが、0の階乗は1ですからね。0じゃないですよ。0の階乗は1ですから、分母に1をつけても全体の値は何も変わることはありません。これがテイラー展開です。 何かしらの関数 fx があったとき、そいつは x の0乗、1乗、2乗、3乗、4乗、5乗と足し合わせていくことで表現することができる。これがテイラ展開です。もともとは接線から始まったんですね。接線による一時近似から始まったんだけど、一時近似だと何かとガバガバなところがある。 そこで、2時、3時、4時、5時と項を追加していくことで、近似の精度を上げていくことができる。この操作を無限回やっていけば、元の FX にどこまでも近づけていくことができる。それがテイラー展開の式の意味です。またスライド戻りますが、元々は X が A の時の FA の正体わかるということで、ここを出発点に近似を始めていきました。 A のところを基準に近似式を作っていったので、これを A の周りの展開という風うに呼びます。では、A がもし0だったらどうなるのか。このような式になります。上の式において A の値を0としました。0周りの展開はとりわけマクローリン展開という風うに呼びます。マクローリン展開をシグマを使って書き直すとこのようになります。 一般項が N 階乗分の FN0、X の N 乗となります。それを N が0から無限大まで足し合わせいったもの。マクローリン展開はテイラー展開の中の特殊なパターンと言います。一般論としてテイラー展開があり、とりわけ A が0にしたときはマクローリン展開となります。ただし、いちいちテイラー展開とかマクローリン展開とか呼び分けていると、それはそれでなかなか面倒なところもあるので、 今後は、マクロリン展開のことも含めて、テイラー展開と呼ばせてください。ゼロ周りの展開は、まあ、本当はね、マクロリン展開とね、呼んだ方がいいのかもわからんけど、呼び分けるのも面倒なところがあるので、マクロリンのことも含めて、これからはテイラー展開と呼んでいくことにします。また、これらの公式なんですが、本当は、この公式が成り立つための条件みたいなのがあるんですよ。テイラーの定理だとか、 ラグランジの常用項だとか、そういった話が本当はあるのですが、それらに関してはすいませんが割愛させてください。この動画はあくまでもテイラー展開の初学者向けに作っています。全くの初心者の人が、とりあえず公式の意味を理解して、具体的な計算ができるようになる。そこを一つの目標としています。そのため、細かい証明だとか厳密性については端折らせてもらう部分もありますが、 その点は一つご了承ください。まあ、ただ気になる人はね、専門書とかには絶対載っているので、もしこの動画を見て、より深くテイラー展開とか勉強したいなと思ったら、ぜひですね、本屋さんの方に行って、数学の参考書を手に取ってみてください。はい、それではテイラー展開の公式を紹介しましたが、こいつによって何ができるのか。有利性関数を作ることはできます。 改めてテイラー展開。まあ、本当はマクローリー展開ですけど、公式を書きました。左辺の fx。fx が、例えば、sin x だったらどうなるか。こんな風になります。1の解状分の x。引くことの3の解状分の x の3乗。足すことの5の解状分の x5 乗。このように、sin のような関数であっても、x の1乗だとか3乗だとか5乗だとか、 有利正関数によって表現し直すことが可能になります。もちろん、この足し算は無限に続いていくんですけど、無限回の足し算を行うことは現実的にはできません。そこで、途中で式を打ち切ります。式を打ち切ることで禁似式を得ることができます。例えば、最初の2つの項だけ取り出せば、sin x は x 引く6分の x 三乗というふうに禁似することができます。 有利正関数で禁じすることによって、サイン61度だとか、サイン62度だとか、そういった中途半端な角度におけるサインの値を求めることが可能になります。計算ができなかった関数を、計算ができる関数へと置き換えている。それがテイラー展開の真骨頂となります。はい、というわけで今回はテイラー展開の公式を紹介してきました。 次回以降の動画で具体的な関数のテイラー展開を見ていこうと思います。次回動画では E の X 乗をテイラー展開してみたいと思います。結論を先に紹介すると E の X 乗はこのように展開することができます。興味がある方はぜひ次回以降の動画もご視聴ください。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。この動画が少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。